逃がさない。あ、カズハさん、私たちも出よう。まったく、うちのリーダーは。ソラ、一つ柳隊も続きます。カエデさん、わかってますわ。皆さん、ケーブに向かう道筋のヒュージを撃ち落としてください。リリさんとユエ様は徳型ヒュージに食らいつくこと。はい、行きましょう、お姉様。了解したわ。大丈夫ですか、フミさん。はい、なんとか。でもヒュージが。届けー、待てー。間に合わなかったか。他のヒュージたちも次々と警部に。この戦場は放棄するということでしょうか。行かせない。ここで食い止めないと。カズハ、カズハちゃん、ランちゃん、二人とも大丈夫？少し休んだ方がいいわ。でもヒュージが。一刻も早く追撃しないと。お待ちになって。今は一度体勢を整える必要があるのではなくて。そんな暇はありません。ヘルボロはこのまま警部で移動した徳型ヒュージの捜索と討伐を続行します。こんなボロボロの状態でか。マギも相当消耗してるし、チャームも傷だらけだぞ。あなたの言っていることはわかるわ。でもこれ以上の深追いは危険よ。わかってます。ですが私はもう二度とあの時のような被害は。カズハ、カズハ、大丈夫？イライラしてる？カズハ、私たちだけが背負うべきものに一つ柳隊を巻き込むのは違うよ。カズハさんの言うあの時って、背負うべきもの？すいません、少し取り乱しました。エレンスゲのリリー救出の任務は達成済み、徳型ヒュージは警部にて撤退。これらの状況から今回の作戦はここまでとしましょう。一つ柳隊の皆さんもそれでいいでしょうか。はい、カズハさん。正しい判断だと思うわ。ありがとうございます。